里崎チャンネル。じゃあ、こんにちは。キャンプ真っ只中。はい、はい、今日のテーマは、皆さん多分思うと思うんですけど、もうメディア、はい、新聞テレビ、もうじゃんじゃん出ます、はい、多分今年も出ると思うんですよ、意味あんのかキャンプ珍練習、これです。珍練習、はい、珍しい練習、はい、どうだか竹竿を振ったりとか、 なんか変わった練習ですよ。ああ、だからね、はい、あのまあこのネットで調べると出てくるんですけど、はい、広島、はい、日南キャンプで2003年、はい、地元名産の地鶏を選手に追いかけさせる練習を発案。フットワーク強化を狙い、グラウンドに張った柵の中に宮崎県内の養鶏場から寄付された5羽を放ったと、だが地鶏は座り込んだまま動かず、その場で卵まで生み出しました。意外と僕はあいつら食べられていいって腹くくってると、まず地鶏を鍛えた方がいいなどと不発に終わったっていうのとかね。すごい練習ですね。あとあのコロンビアノックと、うん、三塁ベースから一塁ベースを往復する内野ゴロの補給練習と、はい、外野のポールガンを走りながらフライを補給するアメリカンノックの内野バージョンと、うん、っていうのとか、はい、でこれはアメリカより小さいからコロンビアとコーチが名付けたっていう。なるほど。じゃあ別にカリフォルニアとかでもよかった、ね、どこでもいいですよね。あと風船トレーニングと、ロッテが16年寝転びながら風船を膨らませるメニューを実施と、横隔膜を強化し体幹を鍛えるもの、はい、楽天は、春のキャンプでも実施しており、風船を膨らませることで強く息を吹き込んで腹圧を高め、うん、疲れてくると崩れてくる体の左右のバランスを整えることで体の軸を作ると、うん、オコエ選手は風船を膨らませながらバットを振り、打席での腹筋の使い方を意識したと、っていうのとか、はい、いろいろありますね。はい、直旅トレーニングと、ロッテは15年グラウンドの土の上で直旅を履いて打撃練習にチャレンジと、ロングティーで普段より重いマスコットバットで約45分を作り続けたと、うん、旅だと踏ん張る力は内側にかかるから野球につながると、うん、パ・リーグは150キロを超す直球を投げる投手が多いから打ち負けないように地面をつかむようなイメージトレーニングと、うん、っていうようなとかね、いろいろあるんですよ、珍練習を調べたらね、はい、意味あんのかっていう話です、はい、正直言いましょうか、はい、意味ありません。いやでもあるのとないのありそうじゃないですか。ほぼないです。ないの、うん、そのまあちょっと鳥を追いかけるとかはもう正直不発に終わりましたし、ないと思うんですよ、うん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 、風船とかないんですか、意味仮にね、じゃあ僕の持論で、はい、じゃあなんで意味ないって言うんやろ、里崎と、うん、また逆張りかと、はい、って思ってる皆さんに言いたいです、うん、はい、仮にね、はい、それが本当に意味あるんだとしたら、はい、なんで継続的に1年間やらない。確かにキャンプだけしかやらなくていいのみたいな。別に普段の練習時も風船膨らましながらよ、はい、試合前とかよ、はい、レギュラーシーズン中もやればいいのか、別に竹竿を振ってとか、うん、ね、バット飛ばしとか、うん、風船とか、はい、直旅とか、うん、別にまあ鶏は難しいけども、はい、別にできるじゃん。そうですね。シーズン中見たことあります、うん、ないです。じゃあ意味ないよ ね、 そ、 ね、そんな1回だけやって効果ないじゃん。やっぱ、はい、トレーニングね、練習の効果っていうのは、うん、継続的にやるから効果が生まれるんですよね、うん、そうですね。去年とかでもね、はい、なんかあの T のマシーンで、うん、下からなんかエアーかなんかが上がってボールを置いてボールがふわふわする中でなんかロングティーみたいな、はい、動くボールに対応みたいな言うんだけど、うん、そんなこんなん来ないからね、そう練習意味ないよね、うん、だからシーズン中それやってるやついないじゃん。いないですね、うん、で逆によ、うん、置きティーとか、はい、ティー前から投げるとか、うん、そういうのは1年間ずっとやるじゃん、はい、1年間意味あるやつってみんな自分で独自に取り入れて1年間継続して練習のルーティーンとしてやるのね、うん、はい、見たことないじゃん。風船ある？直旅ある？はい、ないです。いやでもやる理由っていうのはねやっぱありますよ。だからあれでしょ、遊びでしょ、気分転換。だからトレーニングとしての効果よりもメディア向けとか思いつきとか遊びでやってるだけなんですよね、はい、僕それだったらいいです。それだって意味あると思うんですけど、うん、何かの効果につながるかって言われるとそんな1回だけやっただけとか、たかがキャンプの2週間ぐらいやっただけで、まあ、効果はありません。そうですね。いややっぱりキャンプ期間って、まあ、みんなずっと泊まりでずっといるわけじゃないですか、うん、だから普通にいつもの球場の練習とかよりも、まあ、時間は余裕があると、うんうん、そうなったらじゃあいつもと違う練習をしてちょっと気分も変えて楽しくやろうよっていうことなんじゃないですか。いや俺それだったら、うん、もうそれやらないで帰りたいよね。確かにそうですね、うん、そんな無駄なことしないで帰りたい、うん、やることやって、うん、その方がよっぽどリフレッシュ。確かにゆっくりお風呂使って、うん、
漫画読んでとかね、そう漫画読んだりとか、うん、もうなんか温泉のことあったりとか、はい、プールあるね、ホテルもあるからそこでね、はい、ちょっとポカーって浮いたりとか、うん、バッサージしたりとか、うん、そっちの方がよっぽどいいわけよ。1年間やるんだったら俺は意味あると思うの、うん、はい、でも見たことないのほぼ、はい、その陳練習って言われて、はい、メディアとか新聞とかテレビで取り上げるのは絶対今年も、はい、もうこの動画が出るまでには見たかもわかんない、はい、何かやってますか、うんうん、でもそれを継続してる人、はい、そんな見たことない。そうですね、竹竿振ってるところないですもんね、うん、普段のシーズン中だったら、うんうんうん、地下足袋履いてやんないじゃん、うん、やんないですね。でもそれがすごい意味あるんだったら、うん、試合前の練習も地下足袋でやってもいいじゃんね、はい、もしくは2軍とか地下足袋でやってもいいじゃん、うん、はい、風船、うん、2軍とかも継続的にやってもいいじゃんね、うん、毎日膨らませてもいいですね。いいよ、アップでね、はい、全員風船膨らましたからねとかでも別にいいわけじゃん、うん、まあ一瞬で終わりますしね、うんうん、やんないでしょ、はい、うん、どうしたみたいな確かに。しかもあれなんですよね、その毎年そのキャンプではやるとかではなくて、そうそう、それをやんない、まだやんないのよ、これが2016年だけだけなのよ、はい、意味ないよね。そうですね、うんうん、だから思いつきと遊びだよね、まあ、気まぐれで、まあね、うん、すごい言い方変えると、うん、はい、トレーニングになる可能性のやつはあるよね。だからまあこのトレーニングの一環として、はい、体力強化しましょう、足腰鍛えましょうとかだったら、ウェイトトレーニングとは違う動きの中の柔軟性筋力を上げるトレーニングだったら分かるんですけど、うん、はい、技術的な向上はないです、うん、でも体力強化にじゃあその風船がすごく有効だと分かったとしたら、うん、やっぱでも継続してやりそうですよね。やるでしょやりそうですね継続してやんないやつは正直意味ないよ、はい、しかもそれがいいか悪いか、はい、2週間のうちのとか3週間のうちの数日やって効果あるかどうか分かるそれ、うん、はい、やめる理由も分かんなくない、はい、逆にね、確かに、うん、まあ、お試しって感じなんですかね。でもお試し、はい、試してもないよね、だって絶対続けないんだよ。そうですね、でも確かにやるとしたら1ヶ月2ヶ月継続してやらないと効果も分かんないですもんね、うん、分かんないじゃん、うん、意味ないじゃん、はい、でそれがいい子だって1年間ずっとやっていくとかしないと、うん、はい、だってみんないいと思うやつってずっとやるから、はい、それを選手はまあ考えてやるわけじゃん、はい、それチームがやるわけでしょ、うん、いやこれやれっつって、うん、で思いつきいい加減にしろよみたいな、はい、やらされる身にもなれよお前みたいな思いつきでやらしてんじゃねえよお前、お前らのおもちゃじゃねえんだよみたいな、はい、しかもこれ効果ないんかいみたいな、はい、しかも続けへんやないかみたいなそうですね一回きりかよみたいな、はい、お前らの思いつきと遊びに付き合わされる身にもなれよみたいな、はい、そんなことするんだったら早くお前ホテル帰ってゆっくりしたいんだよみたいな。そうですね、選手でじゃあそのじゃあもしかしたらいいかもしれないから試すんじゃなくて、じゃあそのもういいって分かってるやつを継続的に取り入れたいですね。取り入れたいでしょ、うん、意味のないことはしたくないですもんね、うんうん、それがもうメディアパフォーマンスだったら言ってほしいよね、はい、これもうメディア向けのパフォーマンスだから、はい、あじゃあもうそれ用にやりましょうかみたいになるやん、はい、もうおじさんにちょっとやったりとかできますね。そうそうそう、あたかもなんかのトレーニングで効果あるみたいなこと言いやがって、はい、でやんないんでしょ継続して、はい、何やねんこれみたいなね、うん、今年もやってますかね。やってると思うよ。やってますか。ちょっとでも楽しみですよね、うん、何やってんだろう。しかもさ、この動画出すのがさ、はい、予定ではさ13日なの、はい、だまあ約2週間、うん、キャンプ始まって、はい、もう絶対やってるよね。やってそうですね序盤で体力作りって言って、やって絶対、まあ、やってるかもしれないどっかがね何やってるかな。でしかも今年とかはね、はい、取材の規制も厳しいから、うん、あのそういうのピックアップしがちだから、はい、メディアに出やすいと思うのね、はい、だから13日以降でやろうかなと思っててこの動画見たらもう恥ずかしくてできないよね球団の人が見てたら、うん、そうですね、うん、でも楽しみ。じゃあ今年はどんなのやってるか、うん、だからもしね、うん、コメント欄にね、はい、これはまだあの2月1日にね、はい、今動画撮ってるんで、はい、でもまあ多分行われてると思うんですよ、うん、ある球団の、うん、あるコーチがいらっしゃりね、はい、だからそれ見てやりがちなコーチっているんですよ、やっぱ。だからあれなんじゃない、うん、メディアに使ってほしいから、うん、だからメディアに出たい人、出たがりさんじゃない。出るのも大事ですからね、うん、こういうことやったらこう取り上げてくれるやろみたいな、うん、はい、あとメディアパフォーマンス、うん、だメディアにパフォーマンスしようとかね、はい、メディアの人にいい材料あげようと思う人はもいるかもわかんないけど、はい、うん、まあまあ意味ないのよ、はい、だってなんでなら継続しないからね。そうですね、はい、こっちは楽しみましょうよ。そうだね、どんなのやってるかなって。うん、あ大変だな選手もって思いながら。でもよかった俺陳練習出る前に言ってるから、はい、出てから言ってたらバッシングになるじゃん。あそうですね、あんなのあのチームやってる意味ねえのにってなるじゃん、はい、でも、まあ、昔のことは言ったけど、はい、今年のことに関しては、はい、まあ、出てないからあの名指ししてないじゃんね。そうですね、だからよかったね。もしかしたら今年やる、まあ、いわゆる陳練習と見えるものが継続的に行われる
ね、いいトレーニングかもしれないですし、うん、まあ、見たことないけどね、俺はね、継続的にやるのを。生でも分かんないですからね。まあ、分かんない。しかも名指ししてるわけじゃないから、はい、批判じゃないよね。そうですね、ただの過去の統計上の話をしてるだけで、ね、昔こういうことあったよって、ね、ああそう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 、はい、今年あるかどうか知らない。なぜなら今2月1日の朝、はい、やっぱお昼12時25分だから、はい、しかもまだここ東京、はい、キャンプ地の情報知らない。そうですね、うん、はい、まあ、もしねコメント欄にあったら皆さん書いてください、はい。